グリップよりもちょっと短く持ってもらって、はい、まあ、今がこういうような動きなので、そうするとこのグリップエンドがお腹にこう当たっちゃうんですね、うんうん、でそうではなくて体の少しこの左足の横ぐらいをこうやって通っていくようなイメージですね。ここを一緒にこう体の回転とこのクラブもこう入れ替わってくるとスピードがこう上がってきます。もっとこのヘッドを走らせたいんですけど、はい、どのようにしたら走るようになりますか？はい、腕の通り道をもう少しちょっと良くしてもらうと、うん、ヘッドっていうのを走るようになります。今ひとみさんはここでちょっと溜めようとして、うんうん、こっちに今振り抜こうとしてるんで、はい、どうしても体の回転止まってスピードがこう出ないんですね、うん、やってほしい動き自体は右手をですねしっかりと、まあ、左にこう振り抜いていけば、はい、体もですね自然に回ってスピードが出るわけですね、うん、じゃあ一回ちょっと見本を見せますね、はい、なので今がどっちかといったら体の回転止めてよいしょっていう感じでこうよいしょって体の回転止まっちゃってるんで、はい、そうではなくてしっかりと右腕が左にこう回ってきて体の回転と合うようになってくるとスピードも上がるし体の回転も上がってくるんですね。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、こっち側ってことですかね。はい、はい、OK、あどうですか今のは。結構あのこっちに来てるんですけども、はい、イメージとしたら構えてもらって右手一本で持てますか。はい、そうですね。で今がこの右腕の通り道っていうのがこの方向にこう今通ってきてしまってるんですね、はい、うんうん、でそうではなくてこの右手っていうのは体に近いところですね、こっちに通り抜けてほしいんですね。あ、右手の通り道はこっち側、はい、体に近い位置に通り道を作ってあげるってことですね、はいはい、そうです。私のスイングだとこっから右手の通り道がここが遠いっていうこと。遠いです。はい、あ、近いこっち側に、そちらに体に近い近い方向、その方が体の回転もできるじゃないですか。右手が遠くに行っちゃうともう体の回転止まっちゃってるんで、はい、しっかりと右手が自分の体に近いところを抜けてきていいですね。抜けていく感じで、はい、そうです。こっちにこっちにこう抜けてきていいです。少しこう引っかくようなイメージですね、はい、左に左に引っかいて、そうです、そこから左に左にそっちに来ていいです。そうです、そうです、そうです。この右手の通り道を作ることで広い方が、はい、あのやっぱ飛距離が飛ぶってことですか？飛距離が遠くなりますし、うんうん、フォローも大きくなって、うん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 、ヘッドも早くこう振れるじゃないですか。練習方法はグリップよりもちょっと短く持ってもらって、はい、まあ、今がこういうような動きなので、そうするとこのグリップエンドがお腹にこう当たっちゃうんですね、うんうん、でそうではなくて体の回転も左で腕も左にこう取っていきたいので、体の少しこの左足の横ぐらいをこうやって通っていくようなイメージですね。ここを一緒にこう体の回転とこのクラブもこう入れ替わってくるとこうスピードがこう上がっていきます。グリップは当たらないように返していく練習をした方がいいですね、はいはい、どのぐらい短く持って、このぐらいですか？グリップよりもちょっと下めでいいと思います、はい、この時にこうの、そうですね、当たらないようにですよね。あ、そうです、そうです、当たらないように。当たらないように、この近く、体の近くを通って、左側ってことですね。そうです。そうです。もっとこっちです。左に変えてきていいですよ。そうです、そうです、そうです。そうやって変えてきていいですよ。うん、こう来ての、こう。そうです。こういうことですね。そうです、そうです、そうです。はい。それでじゃあ両手持って、ちょっと打ってみましょうか。はい。うん、ナイス。うん。どうですか？そうするとこう腕がこう開放的に回転と一緒にこう抜けてきません？そうですね、右手の通り道ができた気がします、はい、うん、なんで右手の通り道ができると振り抜けるっていうことです、うん、なんでなんか詰まり感とかあって体が止まっちゃったりしてると、はい、この右手の通り道っていうのがあまり良くないので、さっきのこの練習をしてもらえれば良くなるので、引き続きやってみてください。わかりました、はい、ありがとうございます。どうも、ゴルファボの今川です。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。
今ゴルファボの LINE 登録者さん限定で飛距離アップに欠かせない14のチェックリストが入った電子テキストをプレゼントしております。 LINE に登録するだけで、すぐご覧いただける、明日からでも、今からでも練習ですぐ使える飛距離アップの14のチェックリストが入ってますので、ぜひダウンロードしていただいてご覧いただければと思います。